ヨーブラザー、しらせゴールドチャンネルでは、原神好きのあなたのために最高のコンテンツをお届けしていきます。動画をお楽しみいただきましたら、チャンネル登録と高評価の方をお願いいたします。公開はさせません。ということで、今ね、冒頭で見ていただいた深淵の動画を、お伝えしていきたいと思うんですけども、まあ、見ての通りですね、かなり の強キャラ、攻守ともに最強クラスの、まあ、キャラだったということで、まあ、ガイドの方させていただきたいと思います。で今ですね、怪盗祭、祭りがやってまして、まあ、ワンチャンキャラクターを、手に入れたいってことがあれば、まあ、そこでピックアップ選んでいただいて、まあ、1凸、2凸、4凸、6凸とかっていうの、皆さんの状況次第は分からないですけども、それ次第で、まあ、引くかどうかを決めていただければなというところになります。まずはキャラ性能。で、おすすめの武器構成。で、生物の構成。で、火力なのかサポートなのかっていうところのお話と、多すぎる相性のいいキャラ、これもお話ししていきたいと思います。一応参考にしていただければと思います。はい、ぜひぜひ最後の方までご視聴の方よろしくお願いいたします。はい、じゃあまずこちら、キャラのステータスの方ですね。今回のビルドは火力ぶりの、まあ、アタッカービルドっていうことなんですけども、まあ一応ステータスはこんな感じ。回心率を高めにしています。これも理由があります。で、回心ダメージ高め。で、防御力がかなり高いんですけども、それも火力を上げるためのエッセンスの一つ。で、チャージ効率は特に必要なし。で、進んでいただいて、物理ダメージがかなり高いというような感じ。これは、深淵の元素爆発が物理攻撃っていうことになるので、それで選んでます。で、武器とか生物は後で細かく説明で、まずは星座からですね。で星座で、まず一つ目は、回心が発生したときに5秒間通常攻撃と銃撃の攻撃速度が上がるというものがあります。で、5秒に1回のみ発動なんですけども、5秒間発生してからなんで、まあ、ほぼずっと攻撃速度が上がるっていう感じで、これがかなり重要です。で、こちら、2凸ですね。元素爆発を起こすと、物理ダメージの攻撃に対して回心率が 100% になると。なので、こちらで元素爆発確実に回心率出して、で、さっきの1凸の銃撃に回していくと。で、発動するときにシールドレベル3が必ずつくっていうところもいいと思います。これは後で、添付の方で説明します。で、こちらでスキルアップですね。4凸で、これ、スキルの振り回しダメージを受けたとき、要するにスキル攻撃を受けた敵が、物理耐性が下がります。なので、物理攻撃の、深淵と非常に相性がいいと。で、これで元素爆発の威力。で、6凸がかなり優秀で、銃撃、くるくる回る銃撃のスタミナの消費が減って、なおかつ、深淵の防御力の 50% 分の攻撃力が増加すると。なので、防御力が高ければ高いほど、銃撃に関して言えば攻撃力が上がるっていうことになります。これがあれだけの火力をね、ただくるくる回るだけで出してた謎です。で、テンプ。で、テンプは通常攻撃が今回、かなり必要なんですが、この、銃撃の威力なんですが、キャラクターの中でかなり高い方ですね。で、例えば、こちらのキャラ図鑑の方を皆さん見てほしいんですけども、星5のディルック、これのテンプレベル1の状態の、威力、これが、68.8 ですね。
で、深淵は、まあ、それに近いぐらいの 62.5%。で、なおかつ、他のキャラクター、例えば、超運。え ?56。で、ノエル。これも 50%。かなり低いんですね。で、どれぐらい強いのかっていうと、レザーと同じぐらいですね。レザーの、あのくるくる回る銃撃と全く同じ威力ってことになるので、かなり物理ダメージ系の体験キャラの中では、あの火力自体はそもそも倍率は高いというキャラクターってことが分かります。でキャラの方に戻ります。でテンプですね。まずこの通常攻撃をしっかり上げるのが重要っていうところと、あとは元素のこちらですね、薙払いスキルの方でレベル2とか3とかっていうのがあるんですけども、元素爆発を行うとさっきの2突効果で、まあ、レベル3のシールドになると。でテンポを上げれば、防御力に対しての 273% とかこれぐらい の倍率になってくると。で今回岩のシールドがかなり強化されたんですけども、それに次ぐシールドの硬さになる可能性があります。サポーター型の深淵とかにすれば、その防御力、そのシールドの吸収量っていうやつはかなりもう高くて、でさらにはレベル3シールドになると炎の継続ダメージが乗りますんで、その効果を使って他のいろんなキャラとの組み合わせが使えるようになると。でそれに関しての動画もいろいろ出してますんで、そっちの方も見ていただければと思います。でシールドの継続時間12秒とまあまあ長いという感じですね。まあまあの長さで、元素爆発なんですけども、この元素爆発なんですけど、物理ダメージなんですよ。物理ダメージプラスこのスキルダメージっていうのが物理ダメージなんですけども、これプラス周りに最初給湯時と戦った時に見て分かったと思うんですけども、炎の連続ダメージが乗ってましたね。あれが継続炎ダメージ、これが結構パラパラ出るんで、でかい敵相手だとかなりダメージを稼げます。で、まあ、クールタイムも短めなんで、高速回転で回すことも可能だと。まあ、ここら辺の基本性能を踏まえた上で、まあ、武器の方の説明とかに入っていきたいと思います。はい、おすすめの武器の、説明ですね。で、アタッカーであれば、気候体験ですね。地流の剣といって、こちらの武器なんですけども、一番向いてると思います。もうデザインからして向いてますね。この色合いからして。完全にもう深淵と色がダブっちゃってますからね。これ深淵のモチーフ武器といっても過言じゃないと思います。で今日作った前半の動画はもうこれでやっております。アタカとしてはもうこれ一択ぐらい の感じだと思います。で会心率が入ってますんで、冠会心ダメージの組み方も非常に楽ですし、火力が上がりやすいです、基本的に。で自分でシールド生成できるし、元素爆発でもシールド生成できるっていうキャラなんで、自発的にシールドかけれる地流の剣持ちはかなり強いです。ノエルか深淵ぐらいじゃないですかね、この剣を持って映えるキャラクターは。まあ、これ一択でいいと思います。はい、ただ、時点として、まあ、天空であったり、あと黒岩の体験だったりが結構優秀ですね。でサポートの場合は個人的には白衛の剣か西風ですね。で西風の場合二突で会心絶対入るじゃないですか。なので会心を絶対に出す元素爆発を打って絶対にエネルギーを回収してっていう感じで、あとは防御力ぶりの生物にして、シールドが必ずレベル3生成して、で他のキャラに退場するというような形ができるんで、西風体験かなり強い。で、白衛の白影の方も防御力が上がりますんで、かなり硬いシールドを出せるっていう形になります。一応これ武器のおすすめは以上です。はい、おすすめ生物ですね。で、私の勧めるのは、この血染めの騎士道というものを進めていきたいと思います。他にも、まあ、夏祭り。がありまして、まあ、シールドの強化プラス、まあ、通常攻撃と銃撃の威力が上がるっていうものなんですけども、まあ、そもそも元素爆発の威力もこちらは上げてくれます。深淵って元素爆発が物理ダメージなんで、物理ダメージが 25% 上がるし、銃撃のダメージも 25% 上がるって時点で2セットだけ見ても強い。
で、4セット目、敵を倒した後に、スタミナ、銃撃のスタミナを使わないで、銃撃ずっとやり続けることができて、でさらには、銃撃のダメージは 50% 上がると。で、今回、銃撃の、メインのキャラクターですんで、まあ、こういった形で、銃撃メイン、血染め。で、敵が複数いるところが、一番いいと思います。なので、敵がボス1体とかだけだと、そこまで性能発揮できないかもしれないですけど、それだとしても、物理ダメージが 25% 上がるので、元素爆発の相性がいいということで、血染め4セット。で、血染め4セットが使えるのはね、なかなか、キャラの中で少ないので、旧貴族を回るついでに集めてしまおうっていうのが理想だと思います。でこれはかなりおすすめなので、ぜひぜひ使ってみてください。で生物の内容なんですけども、火力ぶりアタッカーとして使うのであれば、血染めの、会心ダメージとか防御力が盛られているものがいいと思います。会心率も持ってください。で3つ目からは防御力と、ね、ここは攻撃じゃなくて防御力の方がダメージの伸び率は高かったです。で、こちらなんですけども、物理ダメージのやつをつけた方がいいですね。ここを例えば攻撃力とか防御力に振ってしまうと、圧倒的にね、ダメージが弱くなってしまうんで、アタッカーであればここは物理ダメージ。で、会心ダメージ。これ、会心率がね、元素爆発だと 100% になるんで、100% ね、会心威力高いのものが、乗っていきます。で、基本的に会心率が、地流の剣で高くなるので、これです。で、例えば、黒眼の、体験を使うのであれば、ここは会心率の方に、変えた方がいいと思いますけど、一応地流メインだったらこれ。で、サポートであれば、こちらの物理ダメージと会心ダメージは全部防御にして、シールドの強化をして、みんなに強いシールドを付与してあげるっていうのが理想だと思います。で他の生物は基本的にはあまり考えないで、もう深夜はずっとこの血染めの5セットを持たせてあげればいいと思います。簡単です。ただ防御ぶりわざわざ血染めで集めるの嫌だなってことであれば、ノエルがね、夏祭りこう使ったりするので、それとシェアしてもいいとは思います。はい。で火力構成の説明は、単体ならレザーの方が強いんですけども、複数相手なら深淵の方が強いですし、敵を倒して強くなっていくっていう形なのと、そもそも自分でシールドを生成できるので、継戦能力が高いというところになります。で、ノエルも複数相手に強いですけども、支援の場合って、物理が基本なので、どのダンジョン連れてってもかなり強い、高い性能を誇るという感じになりますね。なので、体験の前衛キャラのこの3者と比べると、かなりバランス的にはいいのかなと。ただ、一長一短なんで、レザーの場合はもう圧倒的な火力と、元素爆発の威力。で、深淵の場合はシールド張りながらとか、あと物理だとか、複数相手だと強いというと。ノエルの場合は、そうですね、物理がないんですけども、そもそも元素爆発と、シールド生成してるときに回復もできる。こういうところがあるんですが、これに並んで強いというような感じになります。で、サポート構成の場合は、圧倒的に向いている要素がもう4つあります。体験であること。で、物理の攻撃ができるっていうこと。で、非元素であるっていうこと。で、強いシールドを持っているってこと。これサポートとしてはかなり優秀です。体験の場合は相手の、シールドであったり、硬いのを潰していくっていう要素と、探索でも向いてますよね。で、プラス物理っていうことは、基本的にはどの相手でも戦うことができるっていうところですね。で、プラスして、炎元素。これって、例えば回復の優秀なベネットと組み合わせると炎共鳴がついてきたりするし、炎の粒子を回収し合って、その回復とサポートの方、これのタッグが非常に強いっていうこと。要するにベネットとの相性がバチクソにいいっていうところですね。で、シールドが生成できますんで、基本的には1キャラでいろんなサポートができるっていうところ、で炎との相性もいいっていうところがあります。この良さはもう本当どこにでも連れていける最高の条件だと思います。
はい、で多すぎる相性のいいキャラクターの説明なんですけども、もう先ほど説明したベネットとの相性、ベネット深淵っていうのがもう非常に相性いい、粒子の回収もできるし、まあ、そもそもアタッカーとして深淵使うのであればベネットのサポートが非常に優秀、火力も上がっていく、で回復能力も高くなるとっていうことになります。でさらには他のキャラクターとの組み合わせどうなのってなった時にまだいっぱいありますね。レザーとの相性、あの物理耐性とか下げていくんで、あのサポート深淵はあのレザーとの相性が非常にあの高いということになります。でプラスして別の動画で出したんですけども、まあ、カウンとの相性も非常に良かったりします。でカウンとの相性がなぜいいのかっていうと、カウンは連続してチャージ打ちの妖怪、あの花開くやつと2段の妖怪かけていきたいですよね。それってめちゃめちゃ硬い深淵のシールドをつけたら、連続でもうチャージ打ちをその場でとどまりながら連続で打つことができるんで、カウンがもう12秒間最高の火力を出すのは深淵と組むしかまずありえないってところなんで、深淵がかなりサポーターとして優秀で、あのカウン の相棒としても優秀ってところ、これが非常に言いたかったことです。これ別の動画で出してるんでよかったら見てください。で他にも相性のいいのはあります。例えばあの北斗が元素爆発をしてで退場したとき、深淵の方で元素爆発をして継続炎ダメージを出している状態で突っ込むと、銃撃でも北斗の、なんか雷の竜みたいなのが飛んでいくので、まあ、それでカフカで敵をもう吹っ飛ばしながらもう近寄れないような状態にして戦うっていうこともできるので、かなり面白いと思います。まあ、こういったキャラクターと非常に相性の良かったりするっていうところがあるので、まあ、アタッカーとしてもいいし、まあ、サポートとしても優秀だなっていうことが分かると思います。なので、まあ、皆さんの手持ちのキャラクター何持ってるか分かんないですけども、だいたいどれと組んでも強いと思うので、ぜひ試してみてください。最後までご視聴ありがとうございます。動画をお楽しみいただきましたら高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。またこのような動画をいくつかアップしてますので見てくれたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイブラザー。